ベルさんにですね、新しいおもちゃ、ぬいぐるみです。これをね、ベルさん手に入れましたよ。まあ、これまでにぬいぐるみというぬいぐるみはベルさんにどんどん破壊されていってしまったんですが、最近ね、ベルさん保育園に通ってます。保育園の先生、まあ、トックセラピーをされている方なんですが、トレーナーさんでもあるんですが、壊れるまで遊ばせないっていうことなんですよね。だから放置、おもちゃを放置しないっていうのが大事らしいので、ぬいぐるみをね出すときは一緒に遊ぶときだけ出して、もう遊びが終わった時にはおしまいって言って、もう取り上げた方がいいそうです。勉強になりました。ベル2つとも持っていきたいみたいなね。何やなった嬉しいの、こんな足伸ばしちゃって、ベル嬉しいの、おもちゃ嬉しい、ちょうだいちょうだいベルちょうだいちょうだいベルちょうだい、ちょっとこれ危ないね、ベル、あーちょうだいちょうだい、ちょうだい渡さないよって感じですよね。ちょうだい。来るね来るね、ほがほが言ってるね。よし、ベルキャッチ、ベルキャッチ、ベルベルキャッチ、こっちもいいし、こっちも遊びたい、いる？ああ、本当は欲張りだ。早すぎてもう分かんない。どうやら黄色の方が好きみたいですね。はい、ということでアヒルとウサギさんでした。よかったね。